どうもこんにちは、暑いですね。速稼塾の久保です。今日8月の1日この動画を作ってますけども、ポイントサイトのモッピーからね、2万円もらえるカードローンの案件が入っておりました。まあというかね、以前からあったんですけどね、私の方はこれ先週申し込んでもう審査も通りましたんで、あとはカードが送られてくるのを待つだけ、さらに2万円もらうのを待つだけってことになります。今回はね、 JCB っていう会社のローンカードになります。クレジットカードではないです。これはクレジットカードなんですけども、ローンカードってのはクレジット機能ではなくて、ローンのね、要するにお金を借りるためだけのカードなんですよ。ですんで、限度額50万のローンカードだったら50万円の間だけ借りたり返したりを何回でもできるんですよね。だからすごく使いやすいと思います。10万円借りてもういらなくなったらまた10万円返すとかね、2万円ずつ返すとか、いろいろ自分の調子都合によってですね、借りたり返したりが日々できますんで、むちゃくちゃ使いやすいと思います。で、今回のお知らせは JCB のローンカードを作ると2万円もらえるってやつなんですよ。ちょっとね、モッピーの方から画面キャプチャーした動画がありますので、そちらの方をご覧いただいて、よろしかったらね、そのまま契約に進んでいただければと思います。美味しいですよ。それじゃあ、ではですね、まず8月1日の案件ですけども、モッピーから2万円あげます、さらにお金を借りてくださいみたいなね、本当にお金に困ってる方ならずとも絶対に手に入れておきたい案件でございます。今回はカードローンと言いまして、あの JCB ですよね、審判会社、有名な審判会社の JCB がカードローン、ローンカードを作ってるんですよ。これは何かっていうと、クレジットカードとは違ってお金を借りるのの専門のカードなんですよ。で、このカードを持ってると、例えば10万とか50万とか、多い方は100万とか200万っていうお金を、その限度額の範囲で借りたり、戻したり、また借りたりってことが繰り返しできるってやつですよね。すごく便利です。で、今回は2万円ゲットですね。このカードを作ることによって2万円がもらえる。で、これちょっと条件があるんですよ。10万円を借りてくださいってことなんですよね。10万円を、カードを作って10万円を借りることを、まずね、予約してください、約束してくださいってことなんですよ。そうすると2万円がもらえるってことなんで、10万円を借りる、そして返済してる途中に2万円がもらえますから、そしたら全返済すれば、まあ、ほとんど無傷で2万円だけゲットできるってことになります。条件を見てみましょうかね。借り入れ予約サービス10万円以上の申し込み完了が条件ですから、カードを作るときに10万円以上を貸してくださいってことをね、クリックすることになります。で、それをしないと2万円がもらえません。で、この2万円ってのはモッピーから出ますんでね、この JCB カードローンからは何ももらえないんですよ。まあ間接的にモッピーに払ってるってことになりますけどね。じゃあちょっとポイントゲットしていきましょう。私の場合はこのカードの審査が通りましたんで、もうちょっとですね、カードが送られてくるのと同時に2万円がゲットできるって形になります。さあ、こんな形になりますけども、1秒診断とか書いてますよね。例えば年収が300万だとしますね。で、他社の借り入れが30万だとします。そうすると1秒診断どうなるかなと。はい、50万まで借り入れますってことは、10万円の借り入れはできるってことでしょ。だから今回は10万円借りることを約束すれば2万円もらえます。その2万円が目当てなんで、このまま申し込みをするを押していけばいいってことになりますよね。はい、あとはね、つらつらといろんな条件を打っていくいつものやつですよね。ちょっとここでやるとまあ長くなりますんでやめときます。まあ長くなるって言ってもね、5分くらいで全部完了、私の場合はしましたんで、皆さんも同じようなもんだと思います。特にこの時点で何らかの審査があるってことはありませんので、まあ免許証番号くらいはありましたけどもね。だから特にね、なんですかね、銀行か。銀行との紐付け、私の場合は、三井住友銀行との紐付けをしましたけども、それができれば、まあ、それで契約条件 OK ってことなのかなと思います。ちなみに私ね、JCB の、クレジットカードを今使ってますんで、そこで別に事故も起こしてないですし、もう何年も使ってますんでね、5、6年とかね。まあ、ですんで審査はその辺で余震が済んでるかなっていうところですね。それは私の想像ですけども。でもこのローンカードっていうのは結構ね、美味しいんですよ。ローンカードってカードを作るだけでしたら、まあ、今回は借り入れがありましたけども、カードを作るだけでお金も結構もらえますんで、楽天カードも今9000円もらえますんでね、カードを作って別にお金は借りないっていうことで、9000円なり2000円2万円がもらえるんだったら、それだけ目当てにねやればいいと思います。カードローンは何枚作っても特に審査上に関わりがありませんから、まあお金を借りちゃったらね、総量規制とか問題出てきますけどもね。はい、じゃあおすすめの案件でございました。お疲れ様です。